はい、スタジオドッグランオーナーフォトグラファー高木義明です。今回もよくいただく質問にお答えしたいと思います。初めてドッグランを利用するんですが、何か持っていくものはありますか？はい、この質問をお答えします。ドッグランですとね、よく、駐車の証明書っていうのをね、必ず持ってくるようにと言われてますけども、当店の場合も駐車の証明書、持ってきていただくのが一番いいんですけれども、もしお持ちじゃなくてもね、必ず、動物病院の名前をいただくようにしてますね。なので、証明書は持ってきてないよとね、獣医さんの名前も、書けないよっていう方は残念ながら、ドッグランに入場いただくことはできません。ドッグラン、それからあとカフェですね、はい、入場していただくことができませんので、その辺は必ず押さえてきていただけるようによろしくお願いします。あ、それと狂犬病の注射は、1年以内ということですけども、若い子ですね、生後1年未満の若い子はまだ、注射の時期が来ていないっていうこともよくあるもんですから、こちらはね、子犬に限ってはやってなくても大丈夫です。それから、老犬とか病気のあるワンコでですね、注射を打つリスクがあるっていう子ですね、お医者さんで、検査をして、抗体検査っていうものが今ありますね。そちらで病気の体制を検査した、検査表をお持ちいただければ、実際その場合に限ってはね、今後ワクチンを打っていなくてもご入場いただくことが、ドッグランでね、楽しんでいただくことができます。はい、番外編ですね。皆さんね、忘れられて意外に不便するのがリードですね。リードね、はい、ドッグランでね、どうしてリードいるのって思われる方がいるかもしれませんけれども、受付とかそれからカフェにいるときはワンコがフリーになるわけにはいきませんので、そういった場面ね、必ずリードが必要になってきます。もし忘れられてもね、うちで1本500円で販売しておりますが、持ってきていただく方がよろしいかと思います。よろしくお願いします。